つぶらな瞳のアントラーズぬいぐるみコンプリートしたいと思います。シカオファミリー3の3で全部当てるぞ。それでは1個目いきたいと思います。ズバリお父さんシカオさんお願いします。これはどっちだ。襟がないんでアントン、アントンです。やったね。では2個目に行きたいと思います。アントンってことは次はシカコさんかな。どっちだ。はい、アントン2人目。嬉しいね。こうなってくるとアントン3つをコンプリートしないとだね。では3つ目行きたいと思います。予定変更頼む、アントン頼むぞ。アントンですね。はい、アントンですね。はい、というわけで3体のアントンが並びました。つぶらな瞳、これがくすんだ瞳にならないようにシカソボチャンネル頑張っていくぞ。本日もよろしくお願いします。鹿島スタジアム、今日も多くのサポーターがもう今この時間から並んでますね。今日はこちら風見さんにさせていただきました。技のフロンターレには力のアントラーズ、お肉でパワー勝つぞ。では買い終わりました。メルカリロード、本日の1品目は風見キッチンさんのソーセージとベーコンの詰め合わせ。このボリューム感見よう。では実食いただきたいと思います。今日の気分はバジルからいただきよう。ふわっとしたバジルの香りなんで小さいお子さんでも食べれるよ。お腹いっぱい食べて大きくなろうね。今度はベーコン、あったかいうちにいただきます。噛み応えたっぷりのベーコン、1人で食べても2人で食べても美味しいので、ぜひ皆さんも召し上がってみてください。サポーターズシートの皆様、本日もよろしくお願いします。今日こそ川崎に勝ちましょう、勝ちましょう。皆様の声でアントラーズを応援よろしくお願いします。シカコー、シカコー。もつ焼き、もつ焼き、久々もつ焼き、嬉しいな。鹿島スタジアムの隠れ指名品もつ焼き、いやー久しぶりですね。いただきたいと思います。いただくよアントン。もつの噛み応えとキャベツのシャキシャキシャン、このハーモニーが癖になる。また食べよっと。それにしても今日は風が強いな、大変だきゃ。もつ焼き食べたらご飯が食べたくなったな。おにぎり、おにぎりあった、ここにしよっと。おにぎり、おにぎり、僕と同じくらい大きい梅のおにぎり、いただきます。ではおむすびいただきたいと思います。かじって食べるか割って食べるか問題、今日の答えは割って食べる。いただきます。梅、梅素晴らしいっすね、本当に。いやー2個も3個も食べたくなる。でも鮭もあるし豚キムチもあるしな。アントンはどれが食べたい。おにぎりの次はお味噌汁。悩んだけどやっぱりここにしようかな。今日は老若男女みんな大好きつみれ汁、これからも鹿島の胃袋を満たし続けてください。よろしくお願いします。それでは本日のスタグル行ってみたいと思います。今日は払い飯いただきます。払い飯さんはいつも行列すごいですね。居酒屋ドリームさんの白もつ煮、この香りたまりませんね。じゃあ強風の中冷めた体を温めましょう。ではいただきます。鹿
噛みしめたいと思います。先ほどいただいた焼いたもつは噛み応えが美味しい魅力でしたけど、こちらはとろっとろのこの食感、煮ても焼いてもうまい、これが鹿島のもつ。じゃあ今度はハラミ飯の温玉のせ、今日は温玉のせちゃいました。うん、こいつは縁起がいい、割っちゃうよ。とろっとろ、たまらんね、たまらん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 。行列に並んだ甲斐がありました。いやー、やっぱりうまいねこれは。ほんと俺たちの誇りよ、俺たちの誇りよ。鹿島、俺たちの誇りよ。島、俺たちの誇りよ。それでは今日も元気にスタジアム散歩やっていきたいと思います。いつも通りバックスタンドの端っこ U ゲートからです。柵にはフロンターレサポーターの方がいっぱいいらっしゃいます。今日は勝ちますよ、今日こそアントラーズが絶対勝ちます。ちなみに U ゲートというのはここら辺看板が青いエリアの端っこ、ここが U ゲートです。見えますでしょうか。ここがスタジアムアウェーサポーターエリアの区切りとなります。スタジアムマップ全体はこんな感じです。これを今からぐるっとほぼ一周歩いていきます。よろしくお願いします。
着きました。こちら反対側のアウェーゴール裏の柵 X ゲートです。こちらにもたくさんのフロンターレサポーターの方がいらっしゃいます。鹿島スタジアム名物三重の現場でもありますね。スタグルいっぱい食べてってください。でも今日はアントラーズが勝ちます。絶対勝ちます。フロンターレサポーターの皆様、鹿島スタジアムへようこそ。毎年このスタジアムは勝って帰っているでしょうけど、今日こそ絶対任せてやるからな。今日こそ絶対任せてやるからな。鹿島レッツゴー
知念おい知念おいおいさあの回収おいフジおいアントラーズは
は無敵だぜ。俺たちサポートインファイト AMERORSAMTAEROS。 現在ハーフタイム0-1で負けてます。正直この内容でリードされなきゃならんのかというぐらいいい内容でした。ちょっと審判に疑問の声もあるけど、あのスーパーゴールはしょうがないよ。安西選手すごく調子いいみたいだね、頑張ってね。後半逆転しましょう、逆転しましょう。赤い旗の下に常に勝利が待っている。アントラアントラ、おっしゃこれが去年との違いだ。
下がった無敵だぜジュビロ磐田をぶっ倒せアントラーズは無敵だぜ俺たちサポートインファイト ANTAEROSANTAEROSカシマントラーズカシマントラーズカシマントラーズポーポビッチ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 ゴール裏の皆様、今日は本当にお疲れ様でした。皆様の声で応援でアントラーズが勝利することができました。ありがとうございます。お疲れ様でした。そして全てのアントラーズサポーターの皆様、勝利おめでとうございます。9年ぶりの勝利です。今日はもう最高です。だんだん寒くなってきました。皆様暖かくしてお休みください。あーマジで来てよかった。チャブリッチ選手ありがとうございました。お疲れ様でした。あの場面決めきることの難しさ、今日はもう本当眠れません。ありがとうございました。ユーマはどこだ。ユーマにもご挨拶しなきゃ。鈴木ユーマ選手ナイスゴール。最高の技術見せてもらいました。ありがとうございます。やっと川崎に勝てたぞ。やっぱり川崎に勝つのはユーマ選手のゴールでした。ありがとうございます。次も勝つぞ、絶対勝つぞ。またスタジアム出たくない気分なんだよ。この後スタジオも端から端まで歩いてもいいぐらいの気分だ今。ボランティアの皆様もお疲れ様でした。
皆様のおかげでいつも快適なスタジアムが過ごせます。本当にありがとうございます。グッズ列まだまだ行列たくさん並んでます。いやー、やっぱ勝つと違いますね。皆さん、下水話いっぱいお金落としてってください。9年ぶりに川崎に勝てました。ジーコに報告が遅れました。やりました、ジーコ勝ちました。こちらが現在のフードコートです。試合後の渋滞が嫌な時はここでゆっくりしていくというのもありですよ。ハム焼きもまだまだ行列並んでます。まだまだ続くよグッズ行列。いやマジで本当どこが終わりだか分かんないです。すっげー並んでんな。さあ最高の一日だ。本日もお疲れ様でした、鹿島スタジアム。最高の勝利をありがとうございます。それでは今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、アントラーズファミリー、カタポの方からのメッセージもよろしくお願いします。鹿尾くんへのメッセージもよろしくお願いします。兄の方は X、旧 Twitter もやってますんで、そちらも一つよろしくお願いします。概要欄にリンク貼っときますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。日は全然渋滞も気になりません。はまあ嘘ですけど、それでもブラボーな一日です。またこんな日が来たらいいなと思います。勝つのって最高。